トルファン氏は中国新疆ウイグル自治区に位置する地球市。市名はウイグル語で人と物が豊かな地域を意味する。新疆ウイグル自治区中部天山山脈東部山間の盆地に位置する。北緯41度12分から43度40分、統計87度16分から91度55分の間にある。東は、ハミ市、西と南は、 バインゴリン・モンゴル自治州の和政県、保守土県、ロプノール県、ジャルクリク県、北は天山山脈を隔てて、ウルム地市と小吉海賊自治州の紀代県、ジムサル県、森風富自治県と隣接する。南北は約2 4 0トル、東西は約3 0 0トル、土地総面積69,713平方キロメートル、 新疆の土地面積の4.2%を占める。市政府は高渉区にあり、ウルムチ市から1 8 3キロメートル離れる。トルファン市は高熱資源が豊富である。盆地内は乾燥し、正雨、日照が満ちたり、無双期は270日に達し、年間日照時間は3200時間。特産品は、ぶどう、ハミウリ長寿麺。面。 季節外の野菜などの経済作物。一種かつく、二軒を管轄。トルファン地区トルファン市武道工のブドウタ棚トゥハイ油田の石油採掘風景トルファンでは農業が盛んで野菜、麺、果物、特にブドウの栽培で有名である。トルファン盆地のトゥハイ油田での石油採掘はトルファン市、ピチャン検査南寺湖炭鉱などで行われている。 トルファンには6つの全国重点分物保護単位がある。また、自治区90点分物保護単位も27カ所有する。観光資源は豊富で、名称には、カエン山、アイディンコ、ブドウコーセンフッツド道、トルファンカレーズ楽園等がある。また、トルファン博物館もある。ありがとうございます。